寧園県は中華人民共和国古南省、英州市に位置する県。新大、県域には、薄月両県、道県の2県が設置されていた。関大になると、薄月両広国の管轄地域となり営道県を呼び、道県が設置された。全45年、薄月両広国は、道県に編入されている。新朝が成立すると、道県は、両県。 英道権は旧義定と一時解消されたが、二十五年、五冠により、旧正に戻されている。二百七十二年、呉により、同権の一部に、薄月要圏を新設、当新の英和年間に、薄月要圏は、薄月了圏と解消されている。五百八十九年、隋代による薄月了圏、同権を、英道権に、編入。六百十七年、小族により、英道権は、 両京権に解消されている。621年、東大により張り教権を東京権と693年には武政権、706年には再び東京権、742年には延べ東権と解消された。767年、大力権が延べ東権より分割、設置された。五代十国時代には公領により延べ東権を、 延症権と解消されたが、高等により再び延べ当券、942年には更新により延期権と解消された。965年、北総により大歴権を延期権に編入、延期権は寧延権と解消された。ありがとうございます。